あ、来たー、お、来た、早い、一発、はい、おめでとうございます。いいっすね、東京湾サワラゲームバッチリ。来た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 、止めたらドンですわ。おー、いいサイズ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 、おー、でかい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 、おー、釣れました。いいサイズのサワラです。最高です。おはようございます。おはようございます。ダイワテスターのミッチー隆です。はい、ダイワテスターの遠藤正明です。今回はね、はい、遠藤さんボートキャプテンもやってますので、東京湾でね今人気爆発中のボートサワラゲームにチャレンジしたいと思います。はい、遠藤さん、当然のことながらサワラ釣りにはねめちゃめちゃ精通してますんで、今回もね遠藤さんに釣り方を教わりながら、はい、私もちょっと魚釣りたいなと思ってます。はい、東京湾のサワラゲームの、まあ、釣り方の主流をちょっと軽く。そうですね、はいはい、まあ、東京湾だいたい水深 20m ぐらいのところが多いんですけども、まあブレードゲームと、はい、あとはこう朝とか夕方とか、はい、まあ、ベイトが上ずってる時なんかにはミノ、なるほど、いける感じですね。いずれにしても早巻きがメインになります、はい、わかりました。はい、じゃあ、僕の中でちょっと邪悪とかも意識はしていたんですが、いいと思います、すごいいいと思います。なるほど、まあ、リアクションで食わす釣りになりますので、はい、じゃあそれどういうタイミングで使ったらいいかなんかを、うん、今日は実調で、はい、ぜひ教えてください。そうですね、はい、ぜひ大きいね、はい、美味しいサワラを釣っていただきたいと思います。わ、はい、かりました、はい、じゃあ今日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今反応上ですね、はい、5m から8m、 はい、から8、了解です。遠藤さん、はい、今反応浮いてるっておっしゃったじゃないですか、はいはい、まあ、こんな時はミノはチャンスと思って、チャンスです、いいですか。了解です。引き方はやっぱり早巻き、早巻き&、はい、まあ、ジャークで、はい、まあ、飛ばすぐらいな感じがいいです、ね、ずっとジャークしてるとね結構すごい 見切ってくると思うんで。なるほど、はい、リアクションで早巻きの中にジャークを入れるみたいな。そうですね、はい、ありがとうございます。朝間攻めというかこの朝のいい時間帯のブレードジングの使い方というか誘い方って何かコツあるんですか？そうですね、まあ、朝に限らずですけれども、はい、サワラは結構下で食うこともあるし上で食うこともある、はい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 、でよくサワラってこう勢いよくバーンってジャンプして水面に飛び出てくる時あるじゃないですか。やっぱ下からこうかなりの勢いで上がってくるんで上に飛び出ちゃうんだと思うんですよ。なるほどなるほど。なんでレンジをいろいろ探っていって、まあ、出会う確率を増やすっていうのがすごい大事かなって思います。はいはい、なるほどなるほど。毎回毎回ボトム取ってっていう釣りではなくて、はい、もう投げてすぐ巻いてもいいし、はい、カウント5カウント10カウント15って刻んでいって、はい、あと角度も変えていって、ええ、探していくっていうのがおすすめの釣り方。わかりました。遠藤さんの方が当たりが確実に多かったらすぐジグに変えます、はい、ブレードでとりあえず今ミノーでね、ミノーのパターンとジグのパターンを2人で釣り方変えて探っていきましょう。はい、さあ来い来い。あれですか、やっぱり今左を投げた後右投げたじゃないですか、はい、もう広範囲を。そうですね、もう探す、こっちにいないかこっちにいないかこっちにいないかってひたすらやっていくように。了解しました。今日は2人しか乗ってないんで、はいはい、右でも左でもどこでも好きなとこ投げてもらって大丈夫なので。わかりました、はい、よし、じゃあちょっと投げる方向はランダムにします。フレッシュなところがやっぱ食うと思うんですよね。なるほど。で風が強ければどんどん船流れていくんですけど、はいはい、まあ、流れが今のところは穏やかなんで海が、はい、そういう時はもう右に左にあっちこっち投げた方が絶対いいと思います。わかりました、はい、よし、うん、あー切られた。マジですか、マジですか、了解。糸が今なんか止まったと思ったら、はい、あー切られちゃいました。長かった、了解。おー、いますね。あれはまあサワラだと思うんですけどね。鉛からタングステンに変えてフォールを速くしたんですけど、落ちていく途中で糸が止まったと思った瞬間にはもうスカスカでした。
悔しい。了解です。結構深いところですか。いや、そんなでもないと思います。あ、了解です、はい、中層ぐらいでした。はい、朝一箕面で狙ってたんですけど、今日の状況的に、ちょっと魚の羽もなく、朝一は若干こう上ずってる魚探の反応とかもあったんですけど、今なくなっちゃったんで、今度はこのブレードジグのサムライジング R スピン 40g で攻めてみたいと思います。ブレードは投げてね、そこまで沈める。今日多分午後になると、はい、どんどん、今一番海が静かで、はい、どん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 今日風吹いてくると思うんですよ、ね、なるほど。で、風吹いてくると、まあ逆に船がどんどん流れるようになるんで、はい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 、あ、そういうことですね、はい、しかもこれから7時半回ったら下げ潮になって、はい、南風が吹いてくるんで、あ、より糸はバンバン出てくるようになると思うんですけど、はい、じゃあいい方向に行くと。いい方向に、ある程度はやっぱちょっと風が吹いて船が流れた方がいいですね、サワラ釣りは。了解しました、はい、じゃあちょっと期待して。あとはもういいベイト、フレッシュなベイトを見つけて、それにサワラがついてれば比較的食いやすいと思うんですけど。了解しました、はい、あと最近気になるのが、はい、こう、まあ、沈めるじゃないですか、はいはい、竿をこうやって巻いてると、これが出るじゃない、出ちゃうじゃないですか。だからできるだけまっすぐ。了解です。まっすぐ。はい、まっすぐ。要はブレないようにする。ブレないようにする。かしこまりました。ちょっとたまにトメ入れて、クワセンの間でも入れてみますか。あー、食った。あー、来ました。さすが。おお。おお。よし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 、さすがです。あー、取れちゃった。サワラ見えた今。惜しい惜しい、バッチリ歯型ついちゃった。うわ、どうやって続けていきましょう、はい、今意外に下目でしたね。あ、本当ですか。途中まで巻いてきて一回落として、ええええ、巻いてきて、また落として、はい、でまた巻き始めてギュッて食った感じでしたね。かしこまりです、はい、ありがとうございます。よし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 。サワラも口の中の硬いとこにかかってないのが、はいはい、結構多分バレてるのかなと思うんですよね。なるほど、はい、皮みたいな、うん、唇周りの皮みたいなところにかかってるのが、あの柔らかいところ、うん、バレてるのかな。はいはいはい、それはやっぱりこうかけ分けとかはない。うわ、できないですね。あったらしかもこんだけ早巻きしてるからね。はい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 、はい、まあでも結構な勢いで食いついてくるんで、はい、大体はまあかかると思うんですけど、うんうん、あとね、食いが悪い日はね、バレが多い。なるほど、はい、やっぱり食いが浅いってことですよね。食いが浅いんじゃない、やっぱちょっと何かしら躊躇してんのかなって気が、うんうんうん。おーおー、言ってますね、盛り上がってますね。盛り上がってますね。盛り上がっちゃってますよ。 D って書いてある船ですね。いい方言うな、どこの船だ、いい方言うな。すごいな。単純に早く巻けばいいっていうだけじゃないですね、これは。この難しいですね。単純に出会う出会わないだけでもない気もするな。やっぱ何か好みがあると思うんですよ。なるほど。謎ですね。なんせ気分屋ですからね。今ボトム反応出てます。はい、何しよう。さあ頑張っていきましょう。はい、釣りましょう。あ、食った。お、来たー。おめでとうございます。頭振ってる、頭振ってる。今度は大丈夫でしょう。さすがっす。ちょっとでも軽い。え、わー、触れた。おー、ちょっとあ、また、わー、バレちゃった。今サゴシでしたね。でも食いましたね。はい、ちょっとやられっぱなしですね。やっぱこの辺サワラいるんですね、いっぱいね。いやな、なんかね、運が悪い感じですよね。ですよね、ただ単にしょうがないですね。あー、食った、バレた。おー、おー、いや、今食ったけどバレちゃった。まあまあ上でしたね。
かい。ひったくって、竿先がギュッて入ってパッと外れちゃった。あーおー。いますよ、気配ありますよ。了解です。うわ、かじられてる。さっき開けたばっかなのに。来た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 。よし、かい。だいぶ上でしたね。はい、来ました来ました。やっと来た。巻き始めです。来た来た。はい。はい。こっち側で来れましたね。はい、了解です。すいません、後ろです。すいまーす。あれ、お、タチだ。タチだ、タチだ。ランディング。いいサイズ。まあ、これはこれで。はい。はい。はい、ボトムからの巻き上げ、2、3巻きでね、ドンと重くなったんで、上げてみたらタチオでしたね。ヒットルアーはサムライジュガールスピンの 40g でした。やりました。今 19m です。はい、釣り方は一緒ですか。はい、了解です。釣り方は落として巻く感じです。はい、あ、来たー。お、来た、早い、一発、来たー。おーおー、早っ。網だ、網。あ、大丈夫です。はい、さすが鎖越しですね。ちょっと、大丈夫ですか、大丈夫ですか。引っかかった、網が。オッケーオッケーオッケー。網がクリートに引っかかった。ごめん。はい、大丈夫です。あ、もう一回、はい、オッケーです。いきます。はい、はい、おめでとうございます。おー、鎖越しです。来ました。今ちょっと場所移動してきてですね、すぐに食いました。サゴシですね。サワラの幼魚です。これから大きくなってサワラになるって感じです。さすがですね。いや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 、もうバラシが続いちゃいましたね。いや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 、3度目の正直でかけられるだけ素晴らしいです。いやいや、はい、ちなみに TG ベイトの、そうですね、 TG ベイトの 60g なんですけど、はい、まあ、最近ちょっとこのゴールド系がいいっていうのと、なるほど、あとタングステンは落ちていくときにもう誘いが効くんですよね、はい、なるほど、重い分ね、うん、早いんで、やっぱ落ち、はいはいはい、ボールが早いんで、うんうん、落ちていくときに魚が多分気づいて、はい、それをが反転して動き出した瞬間に食うことが多いです。なるほど、はい、ということはこれかかったのは中層ですね。あ、中層、はい、中層でちゃいました。巻いてる途中、まあ、今は巻いてる途中でしたけど、あ、はい、まあ、少し巻いてまた落として、少し巻いてまた落としてみたいのを繰り返して引っ張れることが多いです。わかりました。はい、じゃあ早速やってみます。はい、頑張りました。はい、あ、すいません、はい、頑張ります。頑張ります。エンドさんのやり方見ちゃおうかな。多分ちょっと違うんだよね。エンドさんの真似しよう。投げて、はい、そこまで落としまして、2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20で巻いたら落とす。 OK、 なるほど。20回いこうか、じゃあ。来た。止めたらドンですわ。はい、やっと走ってますね。やっと私今来てくれました。お、引いてる、いい感じで走ってますね。いや、最高。頑張ります。ありがとうございました。エンドさんの言う通りですよ。巻いてきて止めたらドーンって食ってくれました。おー、ありがとうございます。あとは取り込む、これあれですね、グリグリ巻いた方がいいですよね。はい、グリ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 、はい、引っ張ってる時は、はい、了解。あとはさで、最後顔だけ水面から出すように意識してもらったら、はいはいはい、おー、いいサイズ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 、おー、でかい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 、でかい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 、もうちょいこっち向いて、こっち向いて、おー、顔こっち向いてくれたら大丈夫です。うわ、でかい、でかい、ナイスフィッシャー、でかい、釣れました。いいサイズのサワラです。ヒットルアーはサムライジュガールスピンの 40g ね。遠藤さんがね、とにかく早巻きして、そこからね 10m ぐらいまで巻いてきたら1回止めて、そこまで落とし直す、ちょっと落としてもう1回巻く、その落として次の巻き始めでドンですよ。やりました。最高です。これね、フックリリーサー台湾でも出したんで、
早速使いますね。安全にこういう歯の鋭い魚でもね外すことができます。はい、取れました。便利。はいはい、うん、今サワラがね口を使い出しましたんで、ただ反応は下の方そこなのでジグでいきます。沈めて早巻きしたら止めてもう一回フォール。今使ってるサムライジグ R スピンなんですが、実はねこのジグ、この人気のサワラブレードジギング用のジグなんですよ。なので形状がコンパクト低重心ですから、こう早巻きに対応してる。サワラのねブレードジギングって結構ジグの形状が重要でね、実はあまり高速で巻いた時にバタバタと暴れない方が効果がいいと言われてます。でこのサムライジグ R スピンも低重心のコンパクト形状してますんで、高速巻きであまりバタバタしない、まあ、こういうところもね、まあ、サワラがよく釣れる要因かなと思います。見つけた魚はルアーに寄ってくるんですが、寄ってきた時に来たルアーをじっくり見て、よし来た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 、走りがサワラっぽいですね。さあ近くへ来ました。どうですか、遠田さん。からまた走ると思いますんでね。おあ、ありがとうございます。頑張ります。はい、頭振ってますね。サワラっすね。頭振ったらでかいんじゃないですか。はい、でかいんじゃないですか。さあどうだ。おー、まあまあ、いいサイズいいサイズ、どうしようどうしようどうしよう。うわこれこれ。ちょっと待って。よいしょ。Okay、よいしょ、ありがとうございます、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。さすがですね、仕事が早いですね。ありがとうございます。これどうやって、どうやって釣ったんですか。はい、今はねちょっと投げて、少し距離出して、上げてまたフォールさせて、上げてフォールさせてっていうのを2回入れたところでヒットしました、ね。さすがでございます。なんか一気に上げちゃうよりも、今日はフォール見てる感じがするんで、なるほど、そこで当たりが出ることが多いです。さっきも、はい、あの教わったやり方のそのタイミングでしたもん。そうですね、はい、よかったです、形にできてよかったです。いやいや、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いや今日はね楽しかったですよ。はい、僕はもう最初ちょっとバラシが連発しちゃったんで、もう本当ドキドキしてどうしようと思ってたんですけどね。さす、私に言わせたらですよ、さすがだなと。いやいやいや、今日結構渋かったんですけど、そんな中でもやっぱり遠藤キャプテンはね、遠藤テスターはしっかり魚をかけていく、でそれを盗ましていただきまして、自分もねスキルアップになりました。もうおかげさまで、最高でしたよ。いいサイズ釣れましたね。 ありがとうございます。まあ、パターンが結構出てて、今日は、まあ、最初は本当こう単発でしかヒットしなかったんですけど、まあ、後半のこう食いが続いた時は、はい、まあ、1回ボトム取るんですけど、はい、上げてきて、そのまま上げ切らないでまた落としてまた上げる、また上げるっていうのを、多分そのフォールに魚が気づいて、まあ、それが動き出して追ってきて食うみたいな、まあ、そういうパターンが出たんで、それが分かったんで、最後まあバタバタって取れてよかったなと思うんですけど、おかげさまで私も釣らせていただきましたし、すごいいいサイズね、太い美味しそうなのが釣れましたね。ありがとうございます。よかったです。じゃあせっかくなんで、シーズンですよね、あと、まあ、釣り方なんかを最後に。そうですね、東京湾のサワラなんですけども、まあ、少し前、一昔前はそれこそ冬の寒ザワラがメインで釣ってたんですけど、近年温暖化の影響もあって、だいたい毎年ね7月の後半、もう8月からはだいたいスタートします。なるほど。で11月ぐらいまで、まあ、いけてるんですけど、もともと冬が苦手な魚ではないので、ベイト次第ですね。ベイトが残ればもっと続きますし、だから冬も今年なんか今のところまだ暖かいんで、暖冬って言われてるのもあるんで、まあちょっと伸びて、マジですか、うまくいけば年内いっぱいいけるかもしれないし、いいですね、年末に近いとサイズも良くなってきます。あ、なるほど。それと、まあ、今日はブレードがメインだったんですけど、ミノーで釣れるようになるんですよ。なるほど。キャスティングしてジャークして、自分がルアーをバンバン動かして、
かけるっていうリアクションでかけていくっていう、それはまたそれでゲーム性も高いし、なるほど、うん、面白い釣りなんで、ミノゲームもぜひチャレンジしていただきたいというふうに思っております、はい、ありがとうございます。はい、サワラ釣り本当にね面白いと私は思いますんで、はい、まあ、サワラ釣りたければね、まあ、遠藤テッサーの船に、来ていただければ必ずや魚のいるところには連れてってくれると思いますんでね、はいはい、あとは皆さんのテクニック次第ぜひ楽しんでみてくださいと、はい、いうことでありがとうございました。ありがとうございました。